おはようございます。今日は天気予報通りですね、雨模様です。昨日の夜中からね、音立てて降ってて、今の方が弱まってるかなと思うんですけれども、お父さんはね、いつも通りね、昨日の夜はソファで寝てしまったので、ただいまシャワーをしております。ただいま12時45分になります。お家を出たんですけど、今日はちょっとですね、まあ家事都合と言いますか、ちょっと行政的な手続きのためにお出かけをしてまいりますので、雨の中ですね、傘積んで行ってこようと思います。行ってきます。もうすでに目的地に着いてるんですけれども、国境を越えまして、ただいまメキシコにおります。ちょっと書類の書き換えでね、国を越えなきゃいけなかったので、今日はメキシコに来ましたね。お父さん、雨降ってたんだけどね、快晴で、風が強いから寒く感じるけど、あったかいですね、日差しはね。当たり前やけど、標識全部スペイン語になるから分からへんね。ということで、ちょっとまあお天気もいいから少し歩いてきましょうということで、まあ、散策してまたね、アメリカ戻ろうと思います。アメリカに戻ってまいりました。ここね、アウトレットなんだけど、プレミアムアウトレットね。アウトレットロツクどうするってお父さんと言ってるけど、もうね3時半過ぎなので、まあ、そんなにね帰るの遅くもなりたくないから、どうしようかなと思っております。車戻ってきました。結局ね、アウトレットまあ一周じゃないけど、ちらっと見てきて、まあ4時47分ですね。頭バサバサ、風強くてね、あれ暑かった。とりあえずね、お家の方ね向かっていきたいと思います。バッグ持ってきてない。せっかくだから日経マーケットね来ましたので、寄って帰ろうと思います。お買い物してきました。これといってランチも食べてないので、なんかパンとかお団子とかね、いろいろ買ったので食べながらね帰ろうと思います。今6時ですね。まあ1時間ぐらいかかるかな、どうだろうなと思ってるんだけど、混み具合がね、とりあえずねお家に帰ろうと思います。お家帰ってきました。コミク興奮してますね。アウトレットでね、お父さんが1枚私に T シャツをね買ってくれて、アウトレットで買ったのはこれだけなんだけど、ウーマの T シャツですね。9ドル99で、土日安くなってるのかなっていうやつだったんだけど、肩もね、なんていうの、下がってるっていうので、ダボっと着るタイプの T シャツですね。こちらを買いました。あとは日経マーケット食べてきちゃったんだけど、これ飲みながら帰ってきたんだけど、三ツ矢サイダーの梅のやつね。パンはもう食べちゃったんだけど、2つ、もう1個残ってて、これはクリームパンでしょ。この前わさび買ったけど、これちょっと安くなってたので、まあ、桜わさびもあるけど、安くなってたっていうのもあって買ってきました。それからこれは広告にしなくなってるけど、桜餅ね、3つ入ってて1個ずつ食べてきました。あとはこれ、みたらし団子、もう欠かせませんね、この減塩のかやのやのだしを1パックと、オーガニックのさつまいもが安くなってたので買いました。刺身醤油を買いたかったんだけどなくて、で今回はこのね、だしポン、じゃあ試してみようということで、ここのほんとお醤油すごく美味しいから買ってきました。それがね、このオーガニックの絹ごし豆腐ですね。まあ冷ややっこで今日食べようかな、どうしようかなと思ってるんですけど、買いました。以上になります。今7時過ぎたのでね、もうご飯の時間だから、みんなのご飯の支度して、どこいるかな、サムちゃんはどこ行っちゃったんだろう。お父さんなんかしてるかもしれないけどね。お腹しゅいたね。ボルシュもありがとうね、もみのね。うん、ご飯にしようね。この子たちね、もうご飯食べたので、人間もね、ご飯の支度ができましたので、食べていこうと思うんですが、本日はですね、昨日ね、ドライカレー作っておいて、卵を上に乗せたんだけど、昨日よりね、緩かったからトゥルンって落ちちゃったんですが、ドライカレーと卵と玉ねぎの味噌汁と、適当サラダにタラモサラダ、そして先ほど買ってきたお豆腐ね、これ半丁なんだけど一気に行く感じですね。さっき買ってきたダッシュポンで食べようと思います。あとこれはね、ふんとさんがいただいてきたね、ホッキ貝ですね。ガリバターポン酢炒めにいたしました。ガリバターポン酢、ガーリック、うん、ガリバターポン酢、ガリバタ、ガリバタ、短くして生姜じゃない、うん、なんかいろんな切り方でね炒めてみたんだけど、小さくした方がやっぱ食べやすいね、お父さんね、うん、もちろんね。ということで食べていこうと思います。私の今まだちょっと卵チンしてて終わったんで、盛り付けていこうと思います。それではいただきます。お父さんね、お腹いっぱいだからちょっと休むって言って、ここでゴロンと横になって、落ち着いたらね、今日買ってきたみたらし団子食べるんだなんて言いながら、結局寝ちゃいましたね。しかももうしっかりねスローかけてるんだけど、いつぐらいから、もう10時前そうだね、9時半ぐらいから寝てんじゃないかなと思うんですが、今ね11時半になりました。その間私ね編集してたんですけど、まだねキッチン片付けてないので、お、スネークが来た、スネーク来たと思ったらご飯
ン食べておりますが、とにかくキッチン片付けて、さっきまですごい勢いで雨降ってたんですけど、今いい感じなので、ボミトさんもね、ねんねの前のねおトイレ行って、それからねシャワーを浴びようと思っております。何かやしみ、シャワー見る前はね、あそこにね、横やってたんですけど、プレストさんがね、当たってたから、んですが、こっちに移動したみたいですね。ね、シャニくん。シャニくんね、帰ってきてからお父さんが歩き方が変って言ってて、寝起きでヨタヨタしてたのかななんて思ってたんですが、さっき私が見た時も、それも寝起きだったんだけど、足をね、かばうみたいな歩き方してて、骨確認して触ったりとか、腫れてたりとか、熱持ってないかとかね、見たんだけど、もちろん前足かもしれないしと思って見たんだけど、特に腫れてもないし、痛がる様子もないし、曲げ伸ばしとかもしても平気だったんだけど、足なのかな、前足なのかな、それかもしかしたら腰かな。今までね、大喧嘩してきてもまあそういったことはなかったのね。なんだろうと思ってるんだけど、サムちゃん問いかけっこしてて足を痛めたのか、それともまあね、もうおじいちゃんだからね、足腰ね、寝起きはねちょっと固まって動かしづらいのか、何なんだろうと思ってるんだけど、でも歩いてる時に様子がおかしくて、こういうとこにはピョンピョンって乗るのね。まあでも長い距離歩いてるわけじゃなくて、こういうとこをちょこちょこ歩いてるだけなので、でね、サニー君どうしたのって言って、ちょっと歩いてみてってお願いしたけど、まあそううまくはいかないのね。両足ね、触り比べたりとか、ギュ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 関節動かしたりとかしても、まあ私にはわからないから、とりあえず明日一日様子見て、もし明日ね同じような調子だったら、ポミ君がね捻挫した時に行ったね病院にね、お父さん連れてこうかって言ってたので、まあ明日の朝ねまた活動開始の時間があるので、その時に様子見ようと思っております。ねえ、シャニ君教えてよ言ってもね、わかんにゃいんないよね。ごめんね、ママわかんなくてね。ねえ、シャニ君どこ行っちゃいの、どこがおかしいの、おしゃべりできたらいいのにね。ごめんね、わからなくて。谷君先生嫌いだけどね、明日も同じような調子だったら行こうね、先生ね。いつも行く先生じゃないからね、お父さん言ってた先生。谷君サムちゃん付き合わなくていいからね。谷君もう一回結構好きなの知ってるけど、ほろほろにしないとね。あんよ痛かったら明日はいいからね、サムちゃんと遊んでくれなくていいでしょからね。谷君優しいからね、遊んでくれるんだよね。とにかくね、あんよ痛いんだったらさ、ゆっくり安静にしててくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやちみおやちみおやちみ、何くぐっぽい、おやちみくっぽい、おやちみ。ポミク尻尾フリフリして待ってるんですけどね、ガニガニさんだと思うんだ。あ、サムちゃんも出てきたけど、サムちゃん入んな、うん、おりこしゃん、サムちゃんおりこしゃん。サムちゃんここで一緒に寝てたのね、ポミとサムで並んで寝てたんだけど、出てきましたけど、サムちゃんねんねは好きなとこでねんねしてください。ポミとここにもガニガニあったじゃん、ほらこれ大丈夫、お口切らない、二つあるじゃんポミ、うん、よくっちゃね、見つけたの。また真剣にガニガニ始めましたけど、ポミとおやしゅみー、ポミク今日留守番どうもありがとうね。雨ふれふれだったしね、ママたち帰ってくるのもちょっと遅かったからね、お散歩も行かれなかったけど、この前みたいにねブーブー乗ってね、少しねペットショップね歩いてこれたらよかったんだけどね。ポミ知ってるかにゃ、ニニアユの様子はちょっとおかしいんですけど、何かありましたか。お留守番中歌うベルの運動するでやんちよって言って必死ですね。ニニアユ痛いなって、ポミだもアユ痛いなったことあるでしょ。ねんじゃもしたし、おひださんも弱いもんね。ニニは超多いからね、今までそういったことね見たことなかったんだけどね。ポミなんか知ってるかな、教えてほしいな。ポミじゃちょっと大変かもしれないけど、ニニあんよ痛いみたいだから、サムちゃんがねニニ追いかけ始めたらやめなさいって言って怒りんぼしてくれます、そういうことしないんだよって。ポミとよろしくお願いしますね。嬉しいですね、今日もね、夜寝る前のね大事なね儀式なんでしょうね、彼の中でね、ガニガニしてお手入れしてっていうのがね。オレンジならお腹の下に入れてますね。ね、ガニガニしててもいいけどね、気をつけながらしてくださいね。でもう存分ガニガニしてお手入れ終わったらねんねしてくださいね。今日も一日ありがとね、ゆっくりねんねしてください。おやちみおやちみおやちみ、ポミダングっぽい、おやちみくっぽい、おやちみ。
お嬢はこちらですね。お父さんのクッションの上で寝寝することに決めたそうですが。サムちゃんもおやすみ。サムちゃんね、クッション置くようになってから、こうやって寝るのを覚えて、最近日中も夜もだけど、こうやって寝てる猫とがね、時折ありますね。あっちのクッションにも乗るんだけど、そうするとね、大抵こうクッションがくちゃっと潰れてるから、あ、サムちゃん乗って寝てたんだなって思うんですが。ねえ、サム、気に入ってんの？クッションさんの上寝るの。あったかいのかな、ふかふかで気持ちいいのかな、どっちなんだろう。なんか好きなんだろうね。ポミも大好きだからね、クッションの上乗って寝るの。平べったくしないで上から乗ってぐしゃって潰して寝るのが好きなんだけど、同じスタイルですね。タミちゃんも今日留守番どうもありがとうございました。雨雨フレフレだけどね、ちゃんとおトイレもお庭で済ましてとってもお利口者です。ただサムちゃん一つ聞きたいことがあるんですけど、今日ニニ問いかけっこしました？どうしてなのか知ってる？ニニああいういちゃいみたいなんですけど、サムちゃんなんか知ってますか？お留守番の間に何かありました？サムちゃんとねニニは追いかけっこ大好きだもんね。しょっちゅう二人でやってるね。ニニが起きるとサムちゃんニニ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 言ってね、くっついていくんだよね。それで遊んで遊んでしてね、遊んでもらうんだよね。ニニ優しいんだよね。サムちゃんといっぱい遊んでくれるんだもんね。しょっちゅう猫パンチされてますけど。ニニあんよイチャイチャイだとサムちゃんと遊べないよ。まだね、イチャイチャイよって言ってあんよしてたらね、サムニャン。ニニ問いかけっこしないでくださいね。ニニの子問いかけないでくださいね。ニニイチャイの、いい子してなさい、ねんねんしてなさい、ゆっくりしてくださいねって言ってサムちゃん優しくしてくださいね。お願いしますね。今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねんしてください。おやーちみ、おやーちみ、おやにみ。ダメちゃグッベビー。おやーちみ、グッベビー。おやーちみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時半になります。お父さんの寝息聞こえるかなと思うんですけれども、キッチンのお片付けしたりなんだりして、ベッドルーム来てね、今日私お化粧してたから、マスカラリムーバー塗って、5分から10分ぐらいね、ここでね、SNS チェックしながらね、マスカラが溶けるのいつも待つんだけど、そしたらですね、お父さんね、お風呂入るってね、やってきまして、まあだからね、シャシャっとね、一緒にシャワー浴びて、その後、動画見たり、SNS、チェックしたりなんかおしゃべりしたりして一緒にここでゴロゴロしてたんですけど、急にねいびきかけ始めて寝たんだと思ったんですが、最近いつもお父さんソファで寝ちゃうから、前回ベッドで寝たのはいつだっけって今思ってるんですが、今日はね珍しくねちゃんとベッドで寝ております。ということで本日はですね、まあ書類の書き換えって言ったらいいのかな、でほんのちょっとだけねメキシコに行ったんですけれども、もちろん私生まれも育ちも日本でしょ、島国だからね、歩いて国境を越えるっていうのがすごく不思議だったんですけど、ちょうどね国境の境のところにねすっごい高い壁があって、私たちってその横のアウトレットにね車止めて歩いて行ったんだけど、もちろんね車でも通れるんだけどかなり並ぶっていう情報があったので歩いて行った方が早いっていうことで歩いたんですが、じゃあハイロッカー出てトコトコって歩いてってこっちだねって言ってたら、ピッと線が引かれてて足元に光線があって、こっちに US、 こっちにメキシコって書いてあったんだけど、あ、こんななんだっていう風に思って、お父さんここでは国境のラインとか言って話をしていたんですけれども、カメラがダメだよっていうねマークがそこら中にあったので、もちろんビデオはね撮ってないんですけれども、とにかくねすごく不思議な感じで、国境を越えるっていうのは飛行機に乗ることだから私にとって、私ねすごい船酔いするから船でね違う国に行ったこととかもないんだけど、なのでなかなか貴重でね面白い体験ができたなと思っております。メキシコ入ってから中心街の方ちょっと行ってみようかってお父さんとも言ってたんですけど、大きい橋がかかってて、その橋を越えたらね街の中に入れるんじゃないかなと思ったんですが、まあ多分歩いて15分ぐらいじゃないかなとは思うんだけど、ちょっと時間的にも厳しいねっていう話をして、ゲート出てイメージで言うと駅のロータリーみたいな感じになってるんだけど、出たところがタクシーとかねお迎えの車が止まってて、そのロータリーっぽいところの端っこまで行ってお父さんとね引き返そっかっていうことになりまして、またね戻ってトコ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 歩いてイミグレね通ってね戻ってってまいりました。まあそれでね書類の書き換えもね無事にね終了いたしましたので、まあひとまず安心かなと思って
ております。明日はですね、お父さんもしかしたら朝一会社行くかもとか言ってたんですけど、まだね行くかどうか決めてないとは言ってるんですが、お家帰ってきてカレンダー見たみたいで、月曜日愛さん誕生日ですねって言われて、今日散々ね書類やったりなんだりしてる時に私の誕生日をね打ち込んでたのに、すっかり頭から抜けてたみたいで、何にも用意してないけどどうしましょうと言ってたんですが、月曜日はね絶対に仕事に行かなきゃいけないことがあるようなので、何か欲しいものあるって聞かれて、あるんだけど別に買わなくてもいいかなって言ったら、何それって言ってましたけど、お父さん、まあ明日ねどっか連れてってくれるかもしれないし、お家でねのんびりするかもしれないし、わからないんですが、まあとにかくね明日は明日の風が吹くなので、まあ明日ねお父さんのね仕事の都合もありますので、まあ様子見てね行動していこうかなと思っております。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。